歩いても歩いてもはちょっと特別なんですよ、自分の中では。やっぱり非常にプライベートな成り立ちをしてるし、作品の内容的にも自分の個人的な体験だから、ほとんど非常に自分に近いところで作ったんだけども、出来上がった作品はね、意外と自分から遠いところに置けてるんですよね。なんだろうな、これあんまり僕自分が好きじゃないからかもしれないけどもあんまり愛で成り立ってない映画歩いても歩いてもというタイトルの映画の企画書というかプロットは、実は2000年とか2001年ぐらいに一度書いてるんですよね。短いものですけど、それは1960年代の映画の中でも使いました、そのブルーライト横浜という曲が流行った時代、映画のタイトルはその歌詞から取りましたけれども、その歌が流行った頃の、僕の子供時代の話っていうのをベースにしたフィクションなんですけども、それを書いたのはもう10年近く前なんですよね。ただちょっとまだ自分が自分の子供の頃を描くのは当時まだ30代後半だったので早いかなっていう気もして、まあ、少し寝かせてみようかなというふうに思って、それはすぐには映画化に動かなかったんですよね。で、2005年になってちょっと長く闘病していた、入院していた母親が亡くなって、まあ、いろんな思いが頭の中を巡ってですね、ちょっと今のタイミングなのかもしれないと。今だったら自分の母親とか父親のこと、直接的にではないけれども、その家族っていうものを描くタイミングとしてはありなのかなと思ってですね、非常に自分に身近であるからこそ、いつも以上に批評的にならなければいけないっていうふうに思ったんですよね。そうでないと、すごく湿度の高い湿っぽい、死んだ母親を息子が描きましたっていうのはさ、それはやっちゃいけないことだなっていうのは直感として持ってたので、なるべく距離を取ろうと。近いがゆえに分かるからこそ、距離を取って相手に見せるっていうのが、まあ礼儀だろうなと思って作ったのが結果的には良かったと思うんですけども、亮太という阿部寛さんが演じた男が、まあ僕の分身というかですね、まあ、母親との親子関係でいうとそうなんですよね、まあ、小さな男ですよね、すごくね小さなことに大きくこだわってる男なんですけどね。設定は違うんですけどね、僕の実家は医者ではないですし、父親もああいうタイプではなかったから、家族全体の構成も含めてフィクションはフィクションなんですけども、キキキリンさんが演じた母親役に関して言えば、性格は完全に僕の母親、あんまり当て書きってしないようになるべくしてるんですけど、姉がに関して言うと、多分第一稿を書いた直後にこれはキリンさんじゃないとできないだろうなというのは思いました。あの毒をあれだけちゃんと出せる人はなかなかいないだろうなと思いますけどね。そのままほぼそのまま映し込んでますし、喋ってる話も半分ぐらいは僕の母親が僕に向かって言った話とか、僕の姉に話してた話とかっていうのを、まあ多少アレンジして使ってるので、まあ映画見ると僕は母親だなっていうそのぐらいの重なり方ですけど。でもね、何もいきなり人のお風呂をさ、ひどいなその言い方。それに死に別れは前の亭主と比べられるからうまくないのよ。生き別れの方がいいの、お互いに嫌って別れてんだから。さらっと怖いこと言うね、母さん。でかなり母親の造形にも近い、着てるものとか家でやってることとか料理も含めてですけど、そう料理も含めて全部基本的には母親が作ってた料理なので。息子たちが帰ってくるっていうことに対する期待感みたいなものを、ああいう
準備をするっていう行為の中で見せたいなと思ったんですね。準備をしてる時の母親っていうのが一番まあ生き生きしてるんだよな。あそこが自分のこう見せ場だからな。大根あんた煮たって焼いたって生だって美味しいんだから。それをちゃんとまあ映画の冒頭で出したかったっていうのがあるんですけどね。大根は天才だわっていうのは母親が言ってたセリフですけど。でも僕の母親はやっぱり非常にその血縁っていうのにこだわってたから、多分それは僕なりのあの世代の女性に対する認識だと思いますけどね。その血がつながってるかつながってないかっていうことは随分口にしてたし、あんたとこどうすんの子供。言いにくいな。多分僕がそういうシチュエーションで、子持ちの女性と結婚をするみたいな話をしたとしたら、絶対母親が反対したと思う。それはそういう価値観の中でずっといるから、今もうそれ壊れてきてる、だいぶ壊れてきてはいる、崩れてきてはいると思うけれども、多分それは揺るがなかったんじゃないかなと思うんだよね。でそれがいい悪いではなくて、多分そういう価値観の中で彼女は自分の人生を全うしたんだと思うから、それをめぐっての発言っていうのが一番毒が出てくるよね。だからね、そのあそこで血のつながってる子供とそうでない子供をこう明確に呼び方を分けるとかさ、あとよそへ、要するに家を出てった嫁と、息子の考え方、孫でもできてればね、ここにも呼びやすかったんだけど、まあね、まあ、再婚しちゃったら来にくいよね。まあ考えようによっちゃ子供ができる前でよかったよ。子持ちやもめじゃ再婚も難しかったろ。外孫内孫って多分未だに70過ぎの人たちは言う人もいると思いますけど、もうそれもだいぶ言わなくなってきてると思いますよ、僕ぐらいの世代になってくると。だけどやっぱそういう価値観ってすごく残ってる人だったから、父親も母親もね、その辺をきっちり、そのあの映画で言うと、まずその祖父と祖母の世代 と、主人公の男の世代と、でさらに一つ降りて子供たちの世代って、まあ3世代の価値観のズレみたいな、違いみたいなものをちょっと出せるといいなと思ったんですけどね。で食えてんのか。おかげさまで子持ちのヤモメ養うぐらいに。あの映画を作った僕がと言っても全然構わないけども、あの映画に出てくる登場人物たちが持っているある種の保守性ってあるじゃないですか。保守的な考え方、それは家庭ってものに対してもそうだろうし、夫婦親子ってものに対してもそうだろうし、それはまあ主人公の母親にを中心とする価値観の中でかなりその保守的な人間像が描かれてると思うんですよね。でもそれは意図的にやったというよりは、僕と僕の周辺、僕の家族、僕の人生を取り巻いているある種の保守性だったりするわけですよ。僕はやっぱりその、母親ほどではないにしろ、おそらく血縁ってものにとらわれながら生きていくんだろうし、家族っていう単位をやっぱ壊す方向では、おそらく共同体の最小単位っていうのを考えられないだろうと思うのね。今もうそういう最小単位の中で日々過ごしているので、それはあの僕が抱え込んでしまったある種の保守性だから、僕はその保守性とどう向き合いながら自分の映画のテーマとかモチーフを、作っていこうかなっていうふうに今は思ってます。それは歩いてもやったからだと思いますけども、なんかその自分が生きていく上で、持たざるを得なかった価値観とかさ、人生観とか生活観みたいなもので自分の作る映画っていうのが、変化していくのが一番いいなと思ってるんですよ今は。最初はドラマをやろうと思って制作会社に入っているテレビドラマをやろうと思ってた。ですぐ映画に移ろうと思ってた。でも未だにその最初に入った制作会社に身を置いているということはですね、多分テレビは好きなんだろうな。非常に面白い道具なんだな。で、ものを考える非常に面白い方法なんだと思っていて、
ドキュメンタリーは最初にやるまでは全く多分よく分かってなかったんだと思うんだけれども、その取材対象のことをこう深く考えて、自分の中にあるいろんな価値観とか、人間観でもいいし世界観でもいいんだけれども、それがこう変わっていく体験っていうのが一番の醍醐味なんですよね。自分が新しくなっていくっていう、それを成長と呼ぶならば、多分僕は自分が成長していく上でドキュメンタリーっていう方法が非常にマッチしたんだと思います。で、劇映画を始めて、それは最初は95年なので33歳の時に公開された幻の光というのが最初ですけども、そこで一変だから、そのドキュメンタリーをやりながら撮ることで考えていくっていう作業とちょっと違うスタートの仕方をしてるので、自分の中ではね、それは明らかにやっぱり映画とテレビと映画というものを違うものだというふうにどうしても捉えざるを得なかった部分もあって、原作のあるもので脚本家も一応立てて、でも初めての劇場公開映画だからということで自分も気負いがあったし、いろんな意味でなんだろうな、プロセス、そのプロセスで何か自分が新しくなったかっていうとね、こんなこと言うと作品に申し訳ないんだけどね、あまりそういう体験ではなかったんですよ、あの映画を作ること自体はね。出来上がったものはすごく評価していただいたんでありがたいけれども、やっぱり僕ね、そこで自分が果たして劇映画に向いてるんだろうかっていうのを未だに疑問に思うのはね、プロセスが面白い方がいいんですよね。その対象、それは劇映画でもドキュメンタリーでもそうなんですけども、その対象とか脚本なら脚本でもいいんだけども、それと向き合いながら自分がそこに何を発見していくかっていう、そのことで自分の考え方がどう、作品が一本終わった後に新しくなってるかっていう、自分の中にも残るものが多いものの方がいいんですよ。オズだと言われるのはね、デビュー作からずっと言われてるんですよ。それはまあ褒め言葉だから素直に受け取ってるけど、オズじゃないだろうっていうのが自分で自分の作ったものを見て、オズ的かなっていうのはちょっとあれなんだよな。だ多分それはね、外国の人がね、オズっていう時にね、東京物語しか見てない人が多いんじゃないかなっていう、極端なこと言っちゃうと、東京物語でオズのイメージを多分作ってると思うけれども、僕の中です、僕の考え方ですよ。僕の考え方では東京物語のは東京物語という映画はオズの映画の中では一番ナルセ的な映画だと思ってるんですよ。人物造形とか物語も含めて一番シニカルだし、出てくる人間が一番だらしない人が多いし、僕はね、ナルセもう本当正直なところね、あれはナルセを意識して作ったんじゃないかっていうぐらい、成長しないからダメだっていう価値観に立たないっていうことが僕はナルセの豊かさだと思ってて、人間描写の人生の中にあるどうしようもなさみたいなものとさ、どっかで人は折り合いをつけていくわけじゃないですか。それはどんな仕事をしててもそうだと思うんですけども、監督をしててもそうだし、そういう感情と監督が一人の人間としてどう向き合うかっていうことに関して言うと、やっぱり成瀬は非常に誠実だったような気がするんですよ、そのどうしようもなさに。だそういうものは、そういう人間観、人生観がベースにあって描かれる物語であったり、人間というものがやっぱり理想だなと僕は思っているので、その部分に関して言うと受け継ぎたいと思ってますけど、私はもうそうしてやりたいんだけどね、ちょっとすみませんね、力になれなくてね。環境、そのカメラを置いて役者を立たせた空間の外にあるものも頑張ると取り込めるっていうのだから、それは山崎さんと一緒にやり始めて、僕もそこは多分ね、人のせいにするけどね、鍛えられたところだと思いますけどね、その外へどう目を向けていくかっていうことなんですよね。特にこういうロケーションで撮るときに、目の前の要するに台本と役者だけに目が行くのではなくてさ、今そこに役者がいる、人間がいる時の環境も含めて
どういうふうに作品に反映させていくか、物語に反映させていくかっていう目で、どのくらいその場所に自分が立てるかってことが勝負だと思ってるんですけど、演出家としては。それはだからフィクションだけやってたら僕は多分そういう感覚にはなれなかっただろうと思いますけど、最近だからもうあの風景とか撮ってる時は山崎さんに任せてさ、僕別のものなんかもう他に面白いものないかなと思ってよくいなくなるのはそういうことなんですけど、メイキングの中でも僕ずいぶん探されてましたけど、よくいなくなるんですよ。だから他になんか面白いものないかなとか、ここで撮るんだったらなんかもうちょっと何かそこにこう持ち込めないかとか、常にそのフレームの外側をどういうふうに利用できないかなっていうことは考えてますけどね。日本家屋の中にいる、人間を撮るのは非常に難しくて、普通に撮っちゃうと畳の上に座って動かないで喋ってるっていう、絵の展開のバリエーションの少ない、非常に動きの少ないものになっちゃうんですよね、絵的にも物語的にも。なのでいろいろ考えて、あれだけの人数がいるのでシーンの始まりと終わりで必ずいる人間が違うとか、人間の数が違うとかっていうふうにどのシーンも大体やってってんですよ。もうお父さん、あらさつき気をつけてよ。だからメイキングで使っていたお昼のシーンが全員集合のシーンだから、あれも最初は全員いるんだけど、子供たちがスイカ割りでいなくなり、途中で写真を見に女性陣がいなくなり、それじゃああとはお医者さん同士ごゆっくり、最後男が2人残る。それまでずっと賑やかに喋ってたのに、あの一番折り合いの悪い父親と息子だけが残った瞬間に会話がなくなるっていう、そういう、こう組み合わせで残った時に、じゃあ2人がどこに残ると一番その気まずさが強調されるかっていう、そこから逆算して人を配置してってたりするんですね。だそういうのが非常に、まあ、リハをやりながら見つかっていく、そのシーンそのシーンの肝なんですけど、それを見つけていく作業が非常に面白かった、あの映画に関して言うと。だからそうか、これだけあのいい家、まあ、あれ半分セットですけれども、いい家の中でいい役者がいれば、この狭い空間の中で人をどう動かすかっていうだけで2時間の映画は非常にこう緊張感を持ってエンターテインメントとしてできるんだなっていうのは、あの映画やって自信になりましたけど、自分では。あんまり誰も笑わそうとはしてないんですよね。それが笑えるんじゃないかなと思うんだけどな。誰一人そこにいる人を笑わそうとはしてない。妙に言ってることがずれちゃったり、あのちっちゃいことに、それこそ本当にちっちゃいことにこだわってるのがバレちゃったりとかさ、なんかそうい う, こう日常の中にある、日常性の中だけでなんとか全部やろうと思ったんだよね。特別なことがあの映画が始まって終わるまでの間には起きないっていう意識で作っていたので。いやー、くだらないくだらないって僕のことかと思ってなかなか出てこられなかったんだけど、吉尾君か安心した笑いもそうですけど、いろんな笑い以外の感情もなるべくその日常性の中で留めようと思ってるんですよ。だからその辺の表現の幅の持たせ方っていうのが、多分役者が非常にレベルが高かったので、極端なことをしなくても結果的にお客さんが見て笑うっていうレベルまでいったんじゃないかなと思いますけど。子供の時はね、本当に嫌だったんですよね、こう人の悪口言ってる母親って。父親も含めてですけど、父親についてもずっと悪口ばっかり聞かされて育ってるので、人なんでこんなに悪口ばっかり言ってんだろうなと思ってたんだけど、まあ自分が大人になって考えると悪口楽しいしねそこでこう吐き出してることでなんとか、あのいろんな複雑な感情を自分の人生だったり、まあ夫だったりっていうものに対して持ってたそのものをね、なんか浄化するっていうか、そこでこう洗って、母親が亡くなってすぐ書いた本だったから、例えば
長い時間の話にしちゃうと、その母親がだんだん死に近づいていくプロセスを描くことになっちゃうなと思ったんですよね。弱っていく母親みたいな、やっぱそれはずっと2年間病床で身近で見ちゃったから、でそれはまずいなと思って、そういう話じゃない、要するに元気な瞬間の母親を切り取ろうと思ったんですよ。そうなった時に、じゃあ 1日の話にしちゃおうかな、1日その今離れて暮らしている子どもたちが集まってきた時の1日だけの話で、母親のその元気な瞬間、それ意地悪をすることも含めてですよ、そのまだ生の側にいる瞬間だけを切り取って、その中にある種の死の予兆みたいなものを描き込みたいっていうふうに思ったんですよね。だからあの物語は、物語自体の中には僕なりに生で満ちてるんだけど、その物語が始まる前に一つの死があって、多分物語の後に誰かが死ぬ、でその二つの死に挟まれたその死の余韻と次に訪れるであろう死の予兆で作るっていうふうに最初にノートには書いてるんですよね。脚本書く前に余韻と予兆っていうふうに書いてるから、多分その中にいろんなものを想像させる形でセリフもシーンも作ってると思いますけど。転ぶなよ。大丈夫。あの最後に海辺に男3人で朝の散歩に行ったシーンで、あそこ波がすごく荒い海だったから、ちょうどだからあの長男があそこで死んだっていうのはいい場所だなと思ってたんだけど、たまたま撮影に行ったら船がなんかこう座礁してたんですよね、一艘ね。だそれもたまたまですね、たまたま撮っちゃいました。船が沈んでる。あれがなんとなくこうちょっとざわっと来るといいなと、さっき言った余韻と余剰でいうと、何かが失われというか、何かが壊れていく予兆として、ポンとその座礁した船というのが風景の中にあるというのはありかなと思ったので、あれもその場で取り込んだカットですね。それから3年経って父が亡くなった。父とは結局サッカーには行かなかった。死ぬまで喧嘩ばかりしていた母も父の後を追うように亡くなった。今作り直したら切るかもしれないな今作り直したら、あの少なくともあそこで入ってくるモノローグはカットしたような気がするな。階段登ってって黒身に落ちて、お墓が映ってってそのまま終わったような気がしますけどね。あのモノローグはなくてもいいかなと今見直すと思います。だから、うん、その完全にはだから余韻と予兆って今言ったけど、予兆を感じてポンと終わっちゃってもよかったかなっていうふうに、その後に数年後っていうことで死を物語の一部に組み込んだ形で今終わってますけども、あれは映画出来上がって3年経ってみると、まあ、なくてもいいシーンだと思いますけど、あの時もなくてもいいっていうふうに、なくてもいいけどつけるのだと思ってつけてたけど、意外とだから自分の遠くに置けてるんですよ、自分の作った作品の中でいうと。だから単純に自分も劇場で見たあれ笑える、面白がれるものにはなってるのね。それが不思議だなと思って、そこで一遍反転してることが、すごく近いところで作ってたものが全部とは言わないけど、だからある倫理を持って作れば、それは非常に作品としては対象化できて自分から切り離せるんだなっていうのは思ったわけで、だからあの映画を撮って何が自分の中に残ったかっていうと、母親を切り離せたっていうことなんですよ。撮ることで一応自分はその母親を失ったっていう感情も含めて、母親と自分との関係は一応丸が打てたっていう感じは持ってますけど、だからそういう意味で言うとね、あの映画を作ること自体がグリーフワークだったっていうことはあると思います。